日本建腰協会腰の内ゆうちゃんです。今日のテーマはこれです。筋トレも骨トレも両方しようということですね。はい、トレーニングをしている人、鍛錬している人ですね、二手に大きく二つの派閥に分かれるんですね、筋トレ派とガンガン筋トレしてる筋トレ派と、武術系のですね、筋力に頼らない、まあ、脱力派とも呼んでます。脱力、力を抜いて力を出すみたいな、武術系の脱力派と筋トレ派と、この二つの派閥に大きくトレーニングしてる人は分かれるんですね。で、お互いがお互いのことを揶揄し合っている現状があります。武術系の人らは筋トレなんてやってる人はアホやみたいなね、そういう風潮を持ってる人もいるし、筋トレ派の人はあんなん、ね、力使わずに人を倒すとか嘘っぱちやでみたいなね、ことを言うし、ね、結構、まあ、喧嘩し、冷静状態みたいなのがずっと続いてるんですけども、僕はね、どっちかというとどっちにも属さなくて、その両方の一番ええとこを取っているのが縦腰体操なんですね。だからその、一番両方ともね、メリット、デメリットあるんです。あかんとこもあるし、筋トレにはメリット、デメリットあるし、ね。この骨トレって呼んでますけど、これ脱力トレーニングね、武術系の人のトレーニングね、対するふうに言ってます。骨トレにもメリットもありますけれど、デメリットもあります。はい。だから体の使い方をうまくして、筋力に頼らずにやっていこう。それもすごくいいんですけれども、筋トレには筋トレの良さがあるので、そのいいとこをお互い取り入れてうまくミックスさせたらすんごいこといいなっていうふうにね、僕ずっと思ってたんですね。で、それを融合させたのが縦腰体操ということになります。はい。で、縦腰体操2500種類今現時点で用意してるんですけども、もう筋トレの要素も含まれてれば、美術系の脱力トレーニングの要素も含まれてるものもあるし、あるいは縦腰筋トレっていうね、筋肉を使うことに特化した、トレーニングも用意してますしね、いろいろな種類をトレーニングとして用意してますから、どっちもほんまやりたいねんなっていう人はね、すごくおすすめの方法です。僕もずっと葛藤はありましたが、ね、例えば、武術のトレーニングしてても筋トレしたら固まってしまって体の使い方下手になるんじゃないかとかね、そんな変な妄想を抱いてたんですけども、それも、その筋トレの問題点もちゃんと炙り出して、それを改善する方法も組み合わせてね、縦腰トレーニングっていうのを作りましたから、ぜひそういう人は役立ててほしいと思うんですね。はい。ついさっきも、ついさっきじゃない。この間も、腕立て伏せ100回やりましたしね、筋トレもガンガンやりつつ、体は柔らかく、っていうのを保っております。では、今日の話は以上です。バイバーイ。